はい、皆さんこんばんは。先ほどの続きなんですけど、別動画にさせてください。はい、次はヘラクレスです。ヘラクレスは、メス3頭とオスが1頭です。はい、でもオスは角が曲がってます、若干。はい、じゃあちょっとやっていきましょうかね。メスからいきます。よいしょ。今度でどれだ、じゃあ下に向けますね。よいしょ。こんな感じか。はい、1頭目のメスです。ひろかさんですね。これはひろかさんの血統でございます。 FF171 ですね。さあどうだ、ちょっと当てて、まあしっかり多分先っちょから測ればまた大きくは取れるんでしょうけど、まあ大体でパッと取ります。あんまりダメージを与えてもあれなんで、ジャスト70mm、これ逆になっとんな、まあいいか、 70mm です。はい、70、まあすごい大きいっちゅうわけじゃないですね。 70mm。はい、次。これはあんまり大きくないな。これも、ひろかさんのやつですね。一緒の血統です。どうやろうか。ちょんちょん当て、ああこっちの方が大きいたい。はい、 71mm、 こっちの方が大きいたい。なんか幅がさっきの方があるような気がするな。はい、まあいろいろあるんでしょうね。長さは71mm です。よいしょ。よいしょ、次。うわ、泥だらけ、すごいな。うわ、これはあんまりきれくないな。まあとりあえず測ったらもうすぐパッと入れよう。ピッと、あ、ちっちゃい、67mm です。これも一緒ですね、血統的には一緒の個体です。よいしょ。で最後オスいきましょうかね。よいしょ。オスはね、残念やったっすね。角がね、曲がっちゃったな。こればっかりやな、先に移しとけばよかったんでしょうけど、うん、はい。いや、角も太くていいんすよ、めちゃくちゃ。これめちゃくちゃ太いですよ。めちゃくちゃっていうか、まあ太いです、いい感じの太さだけど、先が曲がってる。うー、惜しいですね、すごく残念。まあサイズいきましょうかね。まあとりあえずこの曲がっとるところで前回で測った時は、尻から角あった。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、もう少し待って、角に当ててお尻に当てる、角に当ててお尻。はい、133です。もしこれ曲がっとるとこ回したらどうなったか、ちょっとやってみようか。ちょっと待ってくださいね、硬化さすが。あー、あら、食いつかれた。はいはいはい、降りて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 、いたー、すげえパワーで、ね、カブトムシはすげえ、カブトムシはすげえわ。133、曲がっとるとこで133、ま、余裕持たせてこのもんかな。150ぐらいあったっぽいな、しっかり浮かしてれば。150
150したらまあまあ大きいんじゃないですか、この角の太さですから。いやもったいない、すごく。まあでも本当浮かしてきていただいただけでいいかな次回につなげたらいいかなとは思います。はい、これはいいやつが浮かしたんだけど角が曲がってたって感じですね。これももちろん広岡さんの検討でございます。まあ、さっきのとことはラインが違うんですけど、こちらも広岡さんの検討でございます。はい、それでは、ヘラクレスはメス3頭とオスが1頭。はいはい、じゃあまあ言ったら兄貴に怒られるんだ。よいしょ、まあいいか。よいしょ、おっとめっちゃ寄った、なんでなんでや。はい、ちゅうわけで今回は、まあ茶筒のがピシャッと長ければ、150ぐらいあったであろうヘラクレスの成虫掘り出しでした。大きいです、めちゃくちゃいい感じ。はい、それではご視聴ありがとうございます。